OK。 次、このが、の、な、かけこと、このさ、わかった、ゲーム、よし。かつて孫悟空に敗れ封印されたガーリックジュニアが復活し、魔の黒い霧を地上に流し込み、全人類を魔族化してしまう。フリーザ戦後、行方不明の悟空を欠いた Z 戦士たちは苦戦する。悟空不在の今、地球を守れる者はその息子孫悟飯のみ。数々の戦いを乗り越えてきた悟飯のパワーが魔境星を打つ。かつて悟空たちの活躍でデッドゾーンに封じられたガーリックジュニアが復活し、神の座を奪い取った今の神様で自分を封じた孫親子への復讐を誓う。神様を封印したガーリックジュニアは人間を魔族化するアクアビストを地上へ流す。その頃、カメハウスで仲間たちとの再会を楽しんでいたご飯たちに事件が起こる。アクアミストの影響で魔族化したカメ仙人とヤムチャが突如ご飯たちに襲いかかる。なんで気を抜くなご飯、みんなは操られているんだ。アクアミストで魔族化した仲間たちを本気で倒すことはできない。そこでピッコロはこの場を一人で食い止め、その隙にご飯たちを天界へ向かわせる。
積年の恨みを晴らす時が来た。ピッコロよ、下がれ。とどめはこの俺が刺してやる。残念だったな、ガーリックジュニア。こいつは返してもらうぜ。新戦界へ向かった神様たちは天界の底から超神水を流し込み、人類魔族化を阻止する。許さんぞ貴様ら。行くぞゴハン、クリリン。はい、ピッコロさん。うん。よーい、逃がさんぞ。くだらん。やってられんか。交代
悟飯たち Z 戦士の必死の攻撃も不死身であるガーリックジュニアには通用しない。忘れたのか、俺はシェンロンによって永遠の命を得ているのだ。計画を阻止されたガーリックジュニアは激怒し、ゴハンたちをデッドゾーンに閉じ込めようとする。ゴハン、魔境星を撃て。ゴハンはあらん限りの力を解放し、全力で魔境星を撃つ。魔境星を破壊され力を失ったガーリックジュニアは再びデッドゾーンに封印されるのだった。こうしてガーリックジュニアの魔の手から地球を守り抜いた Z 戦士たち。孫悟空の代役を立派に務めたゴハンの成長に少し誇らしげなピッコロであった。